相場解説をご覧の皆様、こんにちは。速稼塾の久保です。今日はですね、やっぱ事故の裏で富豪は生まれるという言葉をね、体験したような、そんな一日でございました。というのはですね、ドル円の相場が101円台から111円台からね、109円台まで動いてるわけなんですよ。はい、私が言いたいのはですね、 FX の力を生涯に一度身につけておきましょうってことなんですよ。一生倒産しない銀行を自分の体の中に持つようなものです。今まで私はね、一生倒産しない会社に就職するようなものだと言いましたけども、これは銀行ですね。あの FX でトレードをマスターした人はみんな思うんでしょうけども、お金に意味はないというふうなことを言ってました。いや、私ね、ずっとお金なんてすごく大切なもんだかなと思ってたんですけども、さすがにね、こういう時期にでもこういうタイミングでも FX でお金を稼げるようになっちゃうと、お金には意味がないなと思いましたよね。あの令和新選組に参加している大西恒樹さんも同じようなことを言われてましたけども、 JP モルガンでお金をやりとしてると、これはなんか意味があるのかなとか思っちゃうことがあって、退職してピザ屋をやってるみたいなこと言ってましたけどね。なんかね、一部矛盾を感じながらもトレードをこれからも進めていこうと思います。はい、では相場解説と言いますかね、もう結果の報告だけしておきますね。現在3月27日の朝5時なんですけども、これ昨日私がお見せした一枚の図です。このね、三角形が書いてますよね。そこから通常はね、上の方にブレイクするんですけども、今回下の方にブレイクしました。珍しい例なんですけども、こういうこともあります。で、逆目もあり得るっていうのがね、これも反セオリーなんですよ。反セオリーっていうのは半分セオリーなのかなっていう意味と、反対のセオリーなのかなってことなんですよね。要するにね、三尊とかありますよね。三尊も実は高値圏で出ると大きく下落に向かうんですけども、そうじゃなくって上昇に向かうことも稀にあるんですよ。でそれも頭の中に入ってると、これもあり得るよねってことで下の方に向かったのを確認して、まあ後追いになりますけどもね、この辺でエントリーすることができるんですよ。111円あたりでエントリーすることができます、売りで。で一旦決済したんですけども、これはちょっと動きがおかしいぞということでね、もう一回入り直したところがあります。それはなんでできたかっていうと、反セオリーっていうのが頭に入ってるからなんですよ。結果こういう風になりましたね。これが朝5時の状態なんですけども、私はロットを修正してですね、ここ見てください、3にしたわけなんですよ。これはいけるのと思って、それまでのここ1週間の利益を全部失ってもいい覚悟でですね、ロットを3に調整し、1から3にして、この幅を、この矢印の幅を取りに行ったって感じですね。はい、だって111円台から今109円台ですよ。ね、一旦108円になるんじゃないかなと思うぐらい下落が進みました。これね。いや、これはね、夜中起きてれば簡単でしょ。だって同じ方向にずっと進んでいて、で、しかもね、この移動平均線が全部下の方に向かってるわけですから、この勢いに乗って売りをかけないと、もうほんと行くところないですよ。ということで、自分の力がここまでついたのかと思ってね、震えながら私はテイクプロフィットラインを109円の429に置いて寝ました。そうするとここでね、やっぱり利確が進むわけですよ。いや、ちょっとね、金額は言いたくありません。ちょっとね、反感を買うかもしれません、ここの金額は。まあ今年の目標は、3月中に達成ということですよね。さあ、それでね、皆さんにちょっとお伝えしたいんですけども、真剣にトレードを学んでみませんか。まあ今までも真剣に学んだことがあるかもしれませんけども、結局利益が出ないから挫折したと思うんですよ。いや、このね、今世界をすごくね襲っているこのムードの中で、しっかりと勉強して力をつける時だと思うんですよ。で、災害の時にでも相場は動いてます。そして緊急時に財政出動を各国がする、その時にやっぱりトレーダーのね出番がまた来るわけなんですよ。で、すごくね、変な言い方ですけども、世の中が慌てれば慌てるほど、私たちには大金が入ってくるというね、えげつない言い方になりますけども、もうそうなると世の中の支配者が、わざと世の中にね、不安を与えたりとかね、世の中に衝撃を与えるっていうのも、まあ、あながち陰謀論ではないかなっていうところも見えてくるので、トレードをマスターした人がね、ロスチャイルドとかね、ロックフェラーとか言い出すのは、まあ、確かにそうなのかなとか思っちゃうわけなんですよ。この4月ぐらいから、どうですか、トレードを学んでみませんか。私も学びに行きます。中丸トレーダーのね、FX 速稼塾プレミアムというコースをね、再開してもらうようにお願いしますんで、いかがでしょうか。それでは今回の放送は以上です。